皆さんこんにちは、亀三昧です。今日は希望新石亀のヤングたち、2022年生まれの子たちの撮影をしています。この中には9匹の希望新石亀がいますが、9匹ともね、絶好調で飼育ができています。今回動画にしていくテーマとしては、亀の餌食いをあげるにはというテーマで動画を撮っていこうと思いますが、まずねやってみてほしいことが2つあります。1つ目はですね、温度ですね。亀を飼育していく上で温度っていうのはものすごく大事で、爬虫類というのは人間と違って変温動物です。周りの温度によってね、亀の体調っていうのはもろに変化しますので、亀の場合は、一部の生態を除いてだいたい28度から31度ぐらいがね、一番元気がいいとされています。餌食いに関してもそれぐらいの温度が一番食欲が増すと思いますので、まず餌食いがいまいちだな、餌食いが悪いなと思った方はまず温度をねチェックしてみてください。で、温度をチェックするにあたっても、まず水温を確認するんですが、だいたいまずその水温がその28度から31度ぐらいになっているのかっていうのと、あともう一つ、環境温度、もうちょっと分かりやすく言うと室温ですかね。室温がちゃんと上がっているかどうかです。これが結構重要で、結局水だけがヒーターで温まっていても、亀というのは肺呼吸なので人間と同じように空気を吸って酸素を取り入れます。なので空気の温度が冷たいと肺に冷たい空気が入ってしまって体調を崩しかねないので、水だけじゃなくて空気もしっかり保温してあげるようにしてください。ちなみに我が家ではこの亀飼育部屋の温度は今こんな感じ、31度ですね。で、ざっくりなんですけど、だいたい室温からマイナス2度ぐらいが水温になっています。なのでだいたいこの中の水温は29度ぐらいとなりますが、2点確認してみてくださいと言ったんですが、ライトがあるかですね。このライトはバスキングライトなんですが、バスキングライトの使う使わないは結構ね飼育者さんによって変わってくると思うんですが、飼育環境を明るく照らすというのは必ず亀にとってプラスになると思います。暗いとねどうしても活性が上がってこないので、しっかり飼育環境内を、照らすというのが重要になってくると思います。なのでまず確認してほしいこと2つは、温度ですね、水温だけじゃなくて、室温、空気の温度もしっかり上げるということで、あとは活性を上げるためにしっかり飼育環境内を明るくした方がいいということです。でもライトに関してはいろいろ意見があると思うので、置いておくとして、水温に関しては、まずヒーターを使うというのが一番手っ取り早いんですが、ヒーターをねこうたまにただ置くだけみたいな、この水槽の中にポチャンって入れるだけみたいな感じの人もいると思うんですが、できれば水流を作ってこう温めた水を循環するようにしてあげるといいと思います。水温にムラができてしまって、冷たいところと温かいところがあるみたいな感じに、ね、なってしまいますので、こうヒーターを使う場合はちゃんと水をね循環させた方がいいのではないかなと思います。ではちょっと餌をあげていきましょうかね。こんな感じで絶好調ですね。
つもこんな感じで、バクバク食事を食べてくれます。亀はもぐもぐ食べてくれる姿はね、とても癒されますよね。屋外飼育の場合は室内飼育のように温度をコントロールするっていうのが難しいので、特にこの3月4月上旬みたいな、気温が不安定な時期は亀の様子をちゃんと見てあげた方がいいと思います。まあ、なかなかね、冬眠中に亀が死ぬっていうよりも冬眠明けにこう寒の戻りとかで、ね、温度が不安定な時に亀が死んでしまうことが多いので、この時期にしっかりケアしてあげることが重要だと思います。うちもね、冬眠させている亀が徐々に起きてきているので、ちゃんと状態観察しながら飼育をしていこうと思います。この動画が面白いと思った方は高評価、チャンネル登録をお願いします。動画は金曜土曜の夜8時に更新をします。それ以外にも不定期に更新しますので、ぜひご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。